それでは講演を始めさせていただきますまず最初は総達郎先生とのぞみ先生のお二方に福岡平野の自然環境の変遷と遺跡博多湾沿岸と中川流域を中心にと題してご講演いただきます総先生は1974年の生まれで九州大学大学院に進まれ現在は鹿児島の私学館大学の准教授でいらっしゃいますご専門は地理学です 市編集委員会としては、考古部会の専門委員にご就任いただきました。また、磯先生は1948年のお生まれです。東京大学大学院に進まれ、ご専門は地理学です。西南学院大学で長く更新の指導に当たられました。現在は退官され、名誉教授でいらっしゃいます。獅子では考古専門部会専門委員にご就任いただいていただいております。 それでは先生方よろしくお願いいたします皆さんこんにちは地学館大学の総と申しますよろしくお願いします、えー、今日はあ福岡平野の自然環境の変遷とお遺跡、えー、博多湾沿岸と 中川流域を中心にというタイトルでお話をさせていただきます。私の方がまず導入として先にお話をさせていただきますが、私の専門は釣り学ですので、そもそもの 考古学から見たあ福岡の歴史というタイトルからすると、おあまり考古学的ではなくて、えー、考古学を期待されている方々にはちょっとお残念かもしれませんけれど、お少し、えー、お付き合いいただければと思います。まずはじめに、えー、私が福岡市史と一番大きく関わりを持ったところは、 あ福岡市市特別編としてて刊行されています自然と遺跡から見た福岡の歴史の掲載図その各時代の遺跡の分布図を作る際に各時代のイメージ図の作成、えー、それから土地利用図の作成というもので、えー、大きく関わりました。 でえー、本日は、あですね、えー、このイメージ図、まあ、そもそも私の研究というわけではなくて、さまざまな方々の研究を集めて作ったイメージ図ですけれど、おこのイメージ図をちょっと紹介しながらあ、福岡平野の自然環境の変遷の概要というものをお話をして、えー、そこからですね、土地利用図も含めながら、 人間と自然環境というものがこの福岡平野の中でどのように営まれてきたのかということについてお話をしたいと思います。まずこちらは旧石器時代の遺跡分布図を作る際に作成しました最終表記の福岡周辺のイメージ図です。 最終表記、約1.7万年よりも古い時代、ですね地球は現在よりもだいたい5度から7度ぐらい寒くて、多くの氷床が作られたために、海水面は現在よりも100メートルぐらい低かったというふうに考えられています。そのため、現在見る博多湾はすっかり陸地化していて、 えー、福岡を流れている中川やあ三笠川、比比叡川といったさまざまな河川もそのままです、ね、現在の海底に向けて流れていっただろう、そしてそれらは1つの大きな流れとなって流れていったのではないかという、まあ、イメージとして、えー、作成をいたしましたそこからあやがて、えー、温暖化が進んできて海水面が急上昇してきます。 そして、えー、縄文時代がやってくるわけですけれど、約7000年前、これは現在の海水面よりも、約5メートルほど高かった、海水面が高かった時代というものがありました。 でそのイメージ図がこちらなんですけれど現在ではあのー、福岡市の中心部になっているようなところでも海の底というところがたくさんあるわけですね。そして、えー、海水面がやがて低下をしていく加えて、えー、山地から流れてきた河川が大量の土砂を流していって、えー、海の中に堆積が、えー、進んでいく。 こうして私たちが今、福岡市として生活をしている地面が形作られていきました。こちらは古代の航路間の周辺の図としてイメージ図を作ったものです。こちらは実際に掲載された図の一つ前のバージョンになりますので、掲載された図は あ少し違っているんですけれど、航路間、古代の外交、そして交易の拠点として築かれたこのお施設は、なぜこの場所にう作られたのかということが分かりやすくなるようにとお作った図です。そもそもう博多湾は鹿の島やあ海の中道、能、えー、古の島などに囲まれて、海が穏やかです。 なので、えー、船を止めておくのに適している。でこれに加えて、け、え、ご、ー、断層という断層の活動によって、えー、隆起したあ丘陵があ続いています。この丘陵部が海に近づいている、その末端部に作られたのが航路間でした。外交・交易を行うためには、当然のことながら、あ海からのアクセスがいいということ。 加えて、えー、外から攻められた時に防御ができるということが必要になりますそのため航路間は丘陵の末端部という高さのあるところに作られたで、えー、その周辺にはサスに囲まれた漁港があって船を停泊させやすいというようなあ立地条件を持っていたんですね 中世になると、航路間から交易の中心は博多へと移っていきます。博多は砂丘によって作られた地面ですで。こちらが中世のイメージ図ですけれど、砂丘や砂州が沿岸部に伸びている様子というのがよくわかると思います。そもそも交易を行うためには、低地の方がいい。 高さがあると防御には向くわけですけれど人、物を運ぶのには大変なわけですね。なので、えー、より低いところ、博多に交易の中心ができていったそしてそこではやはり砂州や砂丘に囲まれて、えー、波から守られた港があったこちらは金星のイメージです。 えー、福岡城の築城にあたっては、この航路間が存在した丘陵の末端部ですね、その背面を削って、えー、もともと丘陵だったところを削って堀を作って、えー、丘陵から切り離すことで、より防御機能を高めている、さらにこれまではあ入り込んできた湾入部だったところを大堀として、えー、堀の一部に作っていきました。 そして、えー、砂丘、砂州によって作られた平坦部を埋めて城下町が作られていくんですね。でこのように、えー、福岡平野あ、その歴史の発展というものを見ていくと、おそもそも福岡平野は、けご断層によって作られた平野なのですがあ、鹿の島、海の中道、野古の島などに囲まれた海が穏やかな博多湾という。う 海上交通に適したあ条件があったこと、さらに、えー、沿岸部は砂丘と干潟によって守られた停泊地というものがあったこと、これらがあ福岡が発展してきたその一つの要因となっている。で、えー、これらのことを自然環境の仕組みという側面から見ると、 大量の土砂によって作られた砂丘や干潟、これが福岡の地面を作ってきたんだということができます。こちらは近代になってからの福岡の変遷です。明治から平成へと土地利用図、地形図を使って土地利用図を作成しました。<coughs> この赤くなっているところが市街地です。えー、ほとんどこの市街地はあ福岡の城下町、それから博多のところに集まっているのが分かると思います。その他ですね、平野部にも点々と赤い印がついていますけれど、これらは昔ながらの農村部です。こうした福岡の姿は近代化とともに大きく変わっていきます。 こちらが昭和初期戦前です、ね、戦後、昭和中期、そして平成へと市街地は大きく拡大をしていきました。こうした変化の中で、えー、注目してもらいたいものの一つとしては海岸線の変化があります。かつては波の穏やかな博多湾は、 交通の適地として、そしてサスに囲まれた干型が良好な停泊地として考えられたわけですけれど、近代化によって船の大きさがどんどん大きくなっていくとともに、えー、福岡の港は船を停泊させるには向かない港へとなっていきます。そのののため埋め埋立てにによる海上交通の確保というものが必要になり また、都市のさまざまな機能を配置するために、えー、湾岸部が次々と埋め立て地によって開発されていきました。そのため、えー、かつての砂丘は、今ではあ海岸部ではなく、内陸へとおそのお位置づけを変えていきました。 こうした中で、えー、近代化とともに大きく問題として上がってきたのが災害です、えー。こちらは昭和28年西日本水害、日八水害というふうに通称が当てられていますけれど、お福岡でも大きな被害があった水害です。福福岡岡県内ででで見ると筑後地方の方ののががより多く被害があったんですけれどお福岡平野でも ご覧の青く塗られたところが浸水地域ですこの浸水地域を見ると湾岸部は特に水に埋もれているわけではないんですけれどこの途中に水に浸かっていない部分が見えると思いますこれらはかつての砂丘があったところかつての砂丘があったところはつまりは尾光地になっています これらが水の流れをせき止める。そのため、それよりも上流の平坦部に水が溜まっていくということになります。このような水害というものは、おそらくこれが初めてのことではなく、歴史上何度も繰り返されてきて、その度に水から溢れた、あ、すみません、川から溢れた水が平野部に土砂を堆積させていって。 えー、平野をどん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 と形作っていったとお考えられますさらに平成以降になってもお水害はあ起こっています、えー、ご記憶の方もいらっしゃると思います、えー、1999年の福岡水害、えー、こちらでは博多駅の地下街への浸水があり1名の方があ亡くなりましたまた2003年にも 大きな水害がありまして、やはりこの時も博多駅周辺が浸水しますえ上流部ではあ土砂災害によって、えー、1名の方が亡くなりましたこちらがあ福岡市のおハザードマップとお明治時代の地図を重ねたものですこの赤や黄色で色付けられたところがあ浸水想定地域なんですけれど この辺りがあ博,多駅です博多駅はそもそもお浸水想定域の中にあります。これに対して、えー、黒くう市街地が見えているところが明治時代の市街地つまりはかつての博多です。かつての博多は砂丘の上で守られている、えー、古くからのお人々の営み,営みの中でですね えー、人はやはり水に浸かりにくいところというものを選んで、えー、居住域を作り、そして、えー、水に浸かりやすいところを水田として、えー、利用してきていたんですね。ところが、この市街地の拡大、近代に入って福岡市がどんどんと発展をしていく中で、自然環境とのバランスは変化をしていきました。 こちらは福岡市ののの風水害の件数をピッックアップしたもさまざまな資料や新聞資料などから集計をした結果なんですけれど1880年代、90年代こういった戦前は水害の件数はあまり多くはありませんでしたところが戦後に入ると急速に風水害の件数は上がっていきます。 これは単純に戦後になって雨がとてもひどくなったんだというわけではなくてですね、まず第1には1980年代、90年代など、宣伝においては河川が氾濫して水があふれたとしても、水田が水に浸かっているというような状態では水害として取り上げられていなかったんですね。なので えー、かつては水が溢れていても水田に溜まってそこに土砂が堆積をしていくところがそういったところが市街化していくことによって、えー、もともと水に浸かっていたところに人が住む人が住むところが水に浸かれば災害として取り上げられるようになっていきますもう一つの要因としては急速な市街化の中で河川の改修やあ下水道の整備などが追いつかずやはり水害対策 というものが追いつかなかったために、1950年代にかけてはあ災害の件数が急速に上がっていったんですね。こうしたあ河川の氾濫というものは、あそもそもお砂丘を角状の古市として古代中世において作られていた天然の良好を作っていくう土砂を流してくる自然の仕組みだったわけです。とところが現代になると これらの砂丘上の都市は水の流れを止める障害となり、そして博多を作ってきたあたくさんの土砂はあ平野部を埋めて災害と呼ばれるものになっていったわけですね。このように社会が変化し、条件が変われば利点と弱点も変化をしていくんです。ところが、こうして平野部があ多くの土砂によって、 埋められていくその下にはあかつての人々の営みが遺跡となって残っていますそして市街化の進展に伴ってそれらは発掘されていくことになります福岡市の市街化というものがあまず南部から進んでいきやがて東部そして西部へと広がっていく中で、えー、多くの遺跡が発掘されるようになっていきました また現代では再開発も進みそれらが遺跡の発見にもつながっていますこうしたあ福岡平野が形成されていく自然の力というものの中に眠っている遺跡は現在の福岡市の開発とともにまた私たちの目の前に現れてくることになったんですね私の話はここまで,で そうした遺跡の詳細について、この後、磯先生にお話をいただきたいと思います。では始めます。えー、先ほど、磯先生の話がございましたように、えー、まあ私、磯でございますが、えー、は福岡平野の地形がどうやってできてくるか、そういうそのプロセスについて、遺跡と絡みながら、 少しお話をしていいいきたいと思います、えー、よろししくおお願いいたしますし、えー、お話しす話る内容は一つは中川流域の平野とそれから毛がけ断層その関係をちょっとお話ししてそして、えー、瀬布施先生もお話しした公表記の改新の影響で、えー、福岡平野はどんなものがどういうふうにできてくるか。 ということをですね、えー、浜野町の貝塚とそれから役員のトレンチの例を挙げてお話ししそして実際にそういう平野の中で遺跡がどのように展開してきたか旧石器時代の三笘遺跡とか縄文時代の中川沿いの磯田遺跡とかそれからあ弥生時代の稲作と洪水の問題とかいうようなことを話して、えー、お話に、えー、変えたいと思っております。 この画像はですね、見ていただくとお分かりのように、手前の方に博多湾がございまして、そして、ケゴ断層がですね、この、ここは中川ですが、中川の半分のところで横切るような形で続いております。そして、このさらに北方の方に伸びるんですけれども、その北方に伸びた部分は2005年の 福岡県西方沖地震を起こした、えー、震源断層ということになりますねで、震源断層につきましてはここでは南東部というふうに、えー、表現しておりますがこれがあの市外に、えー、来ていますで、福岡平野の周りはこのようにポコポコとした、えー、山とか丘陵とかですねそれから、えーまあ、こちらも山がありますしそしてその中にこうくぼんだような形で、えー、土砂が溜まって福岡平野ができている いうふうに考えています。で、くぼんでいきませんとですね、あの土砂は流れていくだけなので、いつか溜まってしまって、それでそれ以上広がらないということになりますが、少し大きな平野になるためには、おうがだんだん広がっていくというそういうプロセスが必要なんですね。で、けんぼ断層がそれにどう関わっているかということをちょっとお話ししておきます。で、えー、これは だゴ断層があのこの位置にありますが、えー、それに沿ってですね、こちら側が丘陵、えー、そして東側の方に天神などを追伸とした窪地があります。今、えー、実はこの境断層を境にして、えー、東側の窪地はですね、80メートルぐらい下に岩場が出てきますで。で、ところが西側の方はもう岩場が表に出て山を作ってますね。で、そういう差異があるんですが、それが大体、えっ、ー、と、 1>, 1回地震が、オケ層で地震が起こるために、まあ、この辺でおそらく60センチぐらい、えー、1回で、えー、ずれて、上下にずれるんじゃないかと思います。本当のことを言うと、左右にずれる方が大きいんですけれども、水平にずれる方が大きいんですが、えー、ここでは少し、えー、沈降するのがたい1回の地震で60センチというふうにだいたい仮定しておきます。そうしますすとですね 大体、えーえー、計算上、ですねこれがあの地震が大体4000とか8000年、これ、節がか分かれるんですけど、まあ、一応、8000年に1回起こるということで仮定しておきますと、大体107万年ぐらい、1 0万年って書いてます百七万7年ぐらいしますとです、ね、80メートルの基盤が落差が起きるわけですね。ですから、福岡平野っていうのは、大体外形ができるのが100万年程度ではないかっていうふうに、私は考えています。 えー、その割と新しい部屋なんですねで、えー、そしてもう一つの要素は海面の変動ですね。これ先ほど総先生もちょっと触れられましたが、えー、これあの中国側の方の研究王さんの方の例をここに示しておきましたけれども王さんに言わせるとですね、えー、ここはですね、えー、大体1万56,000年ぐらい前に、えー、東シナ海が 大体、えー、いい150メートルぐらいまで、えー、立過しちゃったんだという、えー、ことになります。150メートルもかゆみが低下しちゃったというふうに考えていますで。そして、えー、右側、博多湾の中を研究した下山先生の研究ですけど、大体8000数百年ぐらい前にマイナス3とか5とかっていうところあたりまで来まして、ですねそれから少しずつ5500年かけて、えーまあ、あの少し高くなった。 いうことがあって、それから少し、えー、減る。で、まあこの、えー、この8500年8000年ぐらい前後のとこからあれは割とあのデコボコの、えー、感じが出てきまいります。で。 <laughs> そして博多、えーえー、湾に実際に海が入るのはおそらく9500年前ごろだろう。でそれは回、ま、数、あ、時マイナス23メートル以上に達しますので、それでそのくらいだろう。そして、えー、8000年前ごろにはもうマイナス5.5メートル以上になります。それはあとでお返しするんです。いたいこの間1500年ほどで17.5メートルも上がりますので、えー、年間、えー、1センチちょっとですね。で、それはですね、20世紀の間の今の、えー、海面変化、20世紀の始まりから。 終わりまでの間、大体いい6、7センチぐらい、六センチか七センチの上昇だったので、それに比べると実は10倍以上のすごい速さなんですね。で、ケ、えー、モンソ層の変動に比べると100倍以上速いですから、えー、中石器や高新生暖気など新しい地形はこういう海面変化に非常に影響されるということがよくわかると思います。でえーこれがあの 福博多湾の中ですが、これはマイナス23メートルというのこの辺です。で、あとは非常に割と浅い海ですね、これもそう先生もおっしゃった通りです。そして浜の町の貝塚と、それから薬品トレンチというところ、県後断層のトレンチどっちも、どっちもそうなんですが、えー、それを調査しました。ちょっと見ていただくと、その浜の町の方です。で見ていただきます。ね、 ちょうどこの8000年ぐらいのところに海が上がってきます。この辺から海が上がってくるかどうかっていうところです。で、そこに遺物があります。ここどうも海岸でこっちが硬い岩石だったので、人住みやすかったと思います。で、そのその頃にセノカン石の土肥だとか、えー、まああの海塚だとか、あるいは黒曜石だとかいうのがこの、えー、海岸線付近のところに、えー、たくさんたまえます。そしてそこからあとはですね、ぐん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 海が入ってきまして、これが埋もれてしまっている、完全に埋もれてしまうという。 とこれはあのお手元にこぼった資料ですが、ちょっと省略しまして、えー、こんなものが見られると、その鑑識のととかですねで。これ全体像ですが、写真を貼り合わせてみますと、えー、どうなっているかと言いますと、大体です、ねえー、この辺が1万2000年ぐらいの前の、えー、地層、そしてこれは川の地層です。ままだ海海がが入入ってきててきせん。そして海が入り始め ギギリギリのところでこれが8000年前後そしてそこから上にここに7300年ってしてるんですがここまで一気にあの3メートル23メートル水位が上がりますこれ機械赤穂や火山灰っていう火山ガラスがこの辺にありますので大体これが7300年でこれが縄文早期ぐらいですねそれから実はこのこのところですねこのところが これででで写真ととぐちゃぐちちゃゃしたところですこれがですね、3500年ぐらいの時代なんですよ。あまり物が溜まってませんね。ねつまり海面が安定化しているときですが、ちょっとかなり、まだちょっと低かったのかもしれませんけど、えー、そこのところの状態ですと、実はあまり、えーあのえー、削ったり、あるいは溜まったりというのをなんか何回か繰り返してですねあまり溜まらない。で弥生時代以降、まあ、これもまあ海面化なんですけども、海面化で非常に。 えー、あのゆっくりたですが、結構土砂が溜まっているで。最後、大正時代にですね、えー、これ、瓦、えー、だとかなんか大量に捨てられまして、昭和の初年に埋め立てが終わりませんが、ここから埋め立てだというふうに思っています。そんなあの、えー、そ,うそうになっております。で、これは役員の方ですキロほど内陸側です、えー。それでで見ますとです、ね、ととねてもよく目立つのが、えー このまず下の方から見ましょう、このスサヒソウは一つ前の最終環境期の堆積物ですで。これ9万年以上前のものです。それからオオツボサレヒソウ、これは、まあ、あのに見て年代で見ますと2万数千年という数字になっています。最終表記のものですね。でそしてその上に、えーまあ、だいたい1万2千年ぐらいのものの、えー、堆積物がちょっとありましてですね。そして えー、ちょうど8200年頃ちょうどあの、えー、先ほどの、えー、浜の町に海が入り始めたかどうかっていう時から急激に土砂が溜まりますですねでその時期に一気に溜まっていくということがお分かりいただきます非常にこれが、えー、見ていただきますとこんな堆積物ちょっと分かりにくいかもしれませんがこう、えー、斜めの斜掌織が発達していてですねとてもあの、えーまあ、何て言ったらいいんでしょうか。 あの激しい水が流れてでおそらくこれは、えーまあ、湖水、あるいは、まあ、日が肩の石高のような状態になっていて、そこに、えーまあ、あの三角色ができてくるというような作用に関わってたんだろうと思います。でそしてその次の段階になりますとですね、えー、実はあの、えー 先ほどのものよりも、これが今、さっきのところですが、えー、だんだん,こんう水平に溜まるようになります。で水平に溜まって、少しずつこう溜まってい、えーまあ、くというのが、この、えー、湖水を、湖面を、えー、埋めていくという、そういう形で役員は行っているというふうに見ることができます。で年代から言うと、この火山ガラスがここにあって、ここに火山ガラスがあるという形になります。はいすぐに でそういうわけで、海、え、進、ーまあの,のことは言うんですが、じゃあ、それが実際、あのえー、遺跡とどう絡むか、最初の話はあの、旧石器で海がもう、えー、この辺にはなかった。 AT 火山灰が2万9千年ほどものがここに見つかっていますので、えー、これはあの海の中道の付け根の三笘遺跡というところですが、えー、このところに見つかっています。で、そこの中に、えー、旧石遺物があります。で、その時代は海は30メートルほど低かったので、えー、陸地がずっと広がっていっただろうというふうに見ることができます。で、そしてその時代の人たちは、えー、見ていただくように、えー、非常に黒曜石ですとか、あるいは、えー、これのあメノウだとか、あるいは えーまあ、安山岩だとか、そういったものを使ってですね石器を作っておりまして、これらは実はあの福岡では取れないんですね。で,ですから歩いて、これかなりの長距離を動いていたというふうに考えた方がいいと思うのでありますが、えー、そういういわけですその遺跡はどういうところに福岡市内で、総府では出ているかと言いますと、三笘ですとかこういうところですね。これれいいずれもああの丘陵地かあるいは 火砕流たち9万年前、あるいはそれを削った、えー、数万年前の、えー、火星段球に沿ってあります。こう部屋の中、これが部屋の中なんですがありません、ね。先ほど洪水にあったのはこの,この辺の、えー、と,ところですが、あのその辺の標的地では、えー、出てこないということであります。はいえー、これがあの縄文時代の、えーそう いいですかね、あるいは、えー、もう少し前、早々期かもしれませんが、そのぐらいの,あの木材が、えー、洪水によって埋もれてるところです、先ほどの、あのー、ちょうどこの海が入ってくる、えー、5000年以降に、頃に海が入ってくる、そのことによって、この地域もやはり土砂が一気に溜まりました、で、木が埋もれちゃったんですね。 うずもれてしまうというほど堆積、えー、したというふうに見ることができます。で、えーえー、っと少し戻ります。えー、すみません。戻りました。で、少し先っ見ますと、えー、こういうあの遺跡がですね、縄文時代の遺跡はこれ浜の町海賊も、えー、海に覆われてしまった。これは土砂に覆われてしまった。おさんところはまたちょっと別ですが、えー、結構ですね、こういう遺跡が あの中,川中川沿いそれから、えー、三笠川沿いにあるんですけどもそれらはみんな、えー、とかなりの部分がですね早々期から前期ぐらいまでの間は、えー、土砂にのものが遺跡一回作ってそれから土砂に渦もれてしまってそして、えー、その後は 弥生かなとかですねあるいは古墳かなとかそういう時代あるいは一部にはこの大世石の場合は前期のものが一旦埋まってその後中期ぐらいまではあのちょっと異物が流れ込むんですがでしっかりここに人が住むようになるのは後期以降ということになりますですから一旦できた縄文時代前期にこのまで,できた遺跡が、えー、この地域では 一旦埋も,埋もれてしまって、そしてその後に新たに、えー、遺跡ができるという、そういうことが分かってきています。で、弥、え、生、ー、時代に入ってきますと、ですね、えー、そういうことではないんですが、えーまあ、水田湖が作られまして、そしてそこに、えー、氾濫した洪水の土砂が入ります。これ、砂で、明るい色は砂の色ですね、洪水の土砂です。でえー、東比叡遺跡これはあの ここでは1回2、2回、3回ぐらいしか土砂がはっきりしませんけれども、えーまあ、あの洪水が場所によって4層はっきり見えるという、えー、そういう場所ですね、1回せっかく作った田んぼが、ですね、その上に土砂が来るまで、えーまあ、土砂が来ってだめになってしまうということを繰り返してきたわけです。でしかし、それを再生するのは一体どういうことなのか、これはちょっとなるです。です。こういうその 埋もれたものをですね、あるいはこれは中君という遺跡なんだが大規模に土砂を彫り、えー、を作ったりあ、しがらみを作ったりしておりますが、そこに洪水で埋まってしまったと。でここはあの えと弥生時代の比叡中遺跡の範囲ですでその近く比叡中のような中心集落がある近くの遺跡この遺跡だとかあるいは比東比山頂みそきのようなものは何とかしてもう一回作り直そうというようなあるいは大規模な工事をするというようなことは可能になりますつまり人と、えー、作用と自然の作用とこれ重なり合っている相互に重なり合って 平野を作っていたんだというううなこととが理解されると思いいます。でそういうわけで、まあ、あの非常に雑把な話でございますけれども、まあ、あの特に縄文期の8000から7300年ぐらいとこの急速な海水の影響は中川の上流にはもうちょっと遅く少しずつ遅くちょっと遅くなるんですが、えー、伝わっていきましてしかし、えーまあ、安定化します。安定化したところに、えーその 中世の定地に弥生時代の残布が作られるようになってそこでまた人の作用が活発になったということでですす、まあ、今日は大体こんな話です以上です。